はい、会長議員。上松議員から、合理的な、ちょっと休憩挟んじゃったあれなんですけど、合理的な基準についてまあ、作ることはまあ難しいのではないか、だから、しょうがやむを得ない、そういうニュアンスのことだと思う、ちょっとニュアンス違ったらごめんなさい、おっしゃっていただきました。だからこそ先ほどお答えしましたように、せっかくその観光交流の時にですね、いくつかの方法を試されているそのプロセスを今お聞きしたところなんですよね。そういったことがあるのだったらばですね、十分に今回活かせたはずだろうと思っています。けれど私がお尋ねした限りにおいて全くそのような形跡はございません。だいたい口頭で頼むってことがそもそもおかしいです。担当課の方でですね、このような業務を依頼したいということを箇条書きにでもですね、並べてこういうことをその結果としてね、1年半後得ようとしているのだと、そういったことできちっと事業の目標目的ってことを説明しないことにはですね、コンサルタント会社も困るんではないかと思うんですよね。見積もってくれて何を見積もったらいい、何をしたらいいのか、その辺の明示が全くないわけですよね。だから松阪市に基準がないどころか、依頼された側のコンサル会社も基準がない、何をする仕事のする基準が存在しない、それが今回のケースだったのではないかというふうに思います。はい、上松議員。そうしますとね、その結局、建設水道委員会で議論してた、いや、その松阪市の方向性は出てないだのですね、なんておっしゃってましたかね、そういった議論って必要なくなりますよね。そうですね。その現状を把握している、もうこの業者に聞かずとも、もうその松阪市の現状は把握しているはずだとかですね、青写真を書くのは、いや、行政の仕事だとかですね、そういった話にはならないはずで、これは入り口論の話をしているわけですから、どこからそういう議論になるのか、まだ理解ができないんですけども。それですし、口頭であろうが、メモ渡しであろうが、要するに目的は、使用書を作り上げることなんですよ。で、使用書をもってして、業者の方に見積もりを取ってもらうことが一番の目的であって、それがその一番最初の取っかかりが口頭だろうと、メモ渡しだろうと、そこが問題じゃないですよね。しかも金額が問題じゃないですよね。金額はまたこれから正式に印刷かけるんですから。そこを問題にするのはいかがなものかと思うんですが、いかがでしょうか。開示議員。入り口論からということを言われたんですけれども、入り口、松阪市のこ の, もあの事業に対する立っているところは、本当に入り口にドアを開けようとしているようなところなんですよね。だからこれから入り口のドアを開けて、入っていく一歩二歩三歩四歩と入っていく中で、どんなふうな方向性をこの事業の中で求めたらいいのだろうかということを検討していくっていうプロセスに入ってからの事業のコンサルにお願いするんだったら、つまり目標設定というのは明確じゃないわけですよね。何を頼んでいいか分かってない状況なんです。ですもんで、入り口にほとんど立ててない状況の中でね、金額をもらうってことがありえない、どんな仕事を求めてるのかが明確でないのだから、ありえないんですよ。で、実際、どんな内容を頼んでるかっていうと、公共施設の適正配置を決める、これ、上松議員に対する質問、対する答弁でもあったけど、決められない内容はゾーニングで位置づけってありましたね。
私もこれってどういう意味なんだ、たったこれだけのことでね、業者の側もね、見積もりなんか出せないでしょ、何をしていいかわからないでしょっていうふうに思ったので、これどういうことなんかってことを何度か聞いたけれども、結局はいろいろと存在する計画書であるとか、そういういろんな資料が松阪市にあるので、それを分析することから始めることを言われましたけれども、それだったら十分にこれ、行政がやらなければならない、事業を始める発注者側の責任として、まず青写真を作ることから始めるっていうのは、それ大前提じゃないかと思います。なぜこれ本当にね、実はその建設水道委員会での質疑のことをよく例に出されるんで、私そこでふっと思ったことがあります。市の担当者の方がですね、これ常任会での西口議員からの質問に対してね、どんな業務を依頼するのかっていう議員からの質問に対してね、このような答弁がありました。8つの業務があるっていうふうに答えられました。今日の委員長報告の中で8つの業務とは言われなかったんだけど、その内容を挙げられました。余剰権の整理及び現況調査、住民のニーズ、土地利用計画作成、地域会議の実施、パブリックコメント、土地利用計画開催支援、8つ挙げられました。8つの業務が、を依頼したんだということを市の担当者が言われたんです。だけどこれ市の担当者が言ったんじゃないんですよ。見積もり依頼を求められた業者の側が見積書の中の内訳書の中でこうした8つの業務を実施しますってことを書いてきてるんです。そっくりそのことを市の担当者が自分たちが業者に説明したかのように言われたんです。それ私が委員外の議員として、これ業者が言ってることを自分たちが言ったかのように言ってるようにおかしいなと思ったので、その確認の意味を込めて質問をしたら、業者がそのことを言われたってことを、都市計画課長が答えられました。すなわちこういう基本的な、ね、8つの業務分野すら松阪市の側は発注者として持ってなかったんですよ。こんな基本的な事柄を、ね、説明もせんと、なんでお金をいくら金額なのかって出してくれって言えるのかっていうことですよ。こんなんで1832万円という金額がなぜ出てくるのか私には分からないですね。これは本当にそういう注文を受けた業者がかわいそうですよ。これは最初に言われた観光交流、それは詳しくは経過を抑えてないけれども、おそらく全然違うし、その経験則を生かしてほしかったな、そういう例があるんだったら生かしてほしかったなと、そんなふうに思いました。はい、宮津議員。そういった経験がある、経験というよりもこれは行政として当然であって、わからない見積もりに関しては業者にどういったことで相談をかければ使用書ができるのかっていう、これは経験も何もないですよね。どなたでも行政の方でしたら思いつく話であります。で、なんて言いますかね、8項目が向こうから出てきたっていうのも、先ほど私が例に挙げました旅行に行きたいんだけどっていう、その友人に問いかける、相談した中でこういうことを聞けばしっかりとした旅行プラン出してもらえるよっていうところの段階ですから、いくら業者から8項目出てきたって問題ないはずですよね。で、だから市の方向性もあるのかって話で、方向性ってあるじゃないですか、都市計画マスタープランが。で、それを全面否定しているわけじゃないんですから。で、しかもこの間の代表質問で、いや、この現行の都市計画マスタープランにもあるその松阪市の玄関口として、駅前を中心市街地としてそれを活性化しなければならないと。で、そのために住みよい街づくりを目指して土地利用をこう誘導していってですね、で、都市機能をこう集約していって、そしてコンパクトな街づくりにしていくっていう枠が決まっているわけですよ。そこがもう分かっている限り、どのように業者に頼もうと、それを元にして業者が、じゃあこういったことをこれから計画書に盛り込みましょうかっていう、その盛り込むことを出してきただけですから。で、その後の詳しいことはこれからですからね。ここで問題することをしたい、ちょっとおかしいと思いますが、これに最後にしますが、どうでしょうか。海事議員。はい、深田議員、西口議員からもまた答えていただきたいと思いますが、とりあえず私の方が続けます。相談、友達に相談という例を挙げられましたけれども、そういう段階は踏まえるべきですけれども、もはやそういう段階ではなかったということです。1月21日にね、その見積もり価格が出てきてるんですが、それが仮にお友達に聞いた
金額いくらかかったのって友達にこんなもんだよっていうふうに回答だったんですよ。それが1月21日だとすると、それ1月21日っていうのはもう視聴査定、2回目の視聴査定が1月18日に終わってます。もうだいたい、まあもっと後に査定する場合もあるそうですけど、普通はまあ1回2回でまあ普通終わるそうです。1月6日にやったけど、まあそれから詰めて1月18日、それで終わったと、この事業の場合私は見なしてます。その後で見積もりが出てきた、これがお友達に相談する段階は もはや過ぎてます。分からないから聞いたっていうレベルはもっと早く11月ぐらいにすべきことです。11月ぐらいにそんなことは始めて、年内いっぱい詰めて1月6日に視聴査定を初めて行うときにはきちっとした見積もりも添えて、その根拠も添えて、こういう事業だからいくらかかるけれども認めていただけるかどうかということを査定するのが、その1月の視聴査定の段階だと私は思ってますが、その段階で、を過ぎて1月21日の段階でお友達に相談した回答だとすると、それは事業を投資予算に組むっていう資格はこの事業に関してないし、その段階で市長副市長はこの事業を跳ねるべきだと思います。だから事業化できる、予算化できる資格のない事業だったということになります。そのような話だったらば。答弁ですか。他に質疑ありませんか。はい、久松議員。ちょっと私もこの課題を取り上げましたので、ここまで紛糾するとは思いませんでした。ただ質疑ということですので、非常に難しい論議なんですけど、いずれにしろ予算案そのものには後で討論をいたしますもので、その点はちょっと 別段ご理解いただきておきたいと思いまして、で私はこの土地利用計画については事業がこれまでの一定の積み上げの上でいろんな課題を整理してさらに前へ進めるものという理解をして質問に立ちましたし、そのようにご答弁いただいたと思っています。でそれでこういうことなんですね。で市長の方、私は今まで去年ずっと一貫していましたし、去年の春はこの議会から歴町などをずっと提起してきた、改めて提起したということもありますし、そして今回の予算の一つの特徴は観光小売拠点がですね、後でまあ最終補正で、なんだっけ、図面は出てきます、設計図面は出てきますけれども、工事費に取り掛からなかったというのは、結局このそういった大手通り含めたそういう景観とか、あるいは施設の在り方というのを含めた議論をさらに再度やらなきゃならないという、まあ、そのベースとしてこの土地利用規約のこういうものがあって、論議をし直すということの一つの表れとして、こういうものが出てくるんだよという話は、私はまあちょっといつそのいちいちいつだこうだというのは聞いてませんけれども、今回予算化するという話は聞いておりました。でその上で質問させていただいたのに対して、市長の方はですね、こういう答弁がたまたま今議会代理の原稿をもらったもので、自分の質疑の原稿があるもので ありがたいんですけども、市長はこう答えたわけ。その市長就任で各部局がおのおのに計画を立て、さまざまな施設計画の話を持っていくことに違和感を覚えておりましたって市長自身が言ってみえるわけですね。で私がなんで170ヘクタールで頭に来たかというと、これは別に商工の愛宕町含めた五所沼市なんとかっていうのがあるだけじゃないんですね。定石整備計画っていうのが前から何回言っても170ヘクタールしか答えが返ってこんところには、私は行政のまずさはあるというのは起こった通りです。だけど定石整備計画なんていうのは城下町を本当に城下町の道筋をずっと入れてですね、ただそれには駅東なんかは入ってませんけれども、そういう計画がたくさんあるわけですよ。でそれについてきちっとした整理は全くできてこなかったから、今度まともな整理がやっとこれでできるんかなというふうに私は理解をしたわけ。だから170ヘクタールという市長の答弁は甚だ不本意であったというのは事実です。
だけどそういうことについては、まあ、あえてあのことを押し問答しなかったのは、そういうことも含めて今後のこういう計画の中ではそういう整理が当然されていくものと。で、話の中では専門的な、あ、当然ですね、今までも歴町にしろ、あるいはあの都市計画関係のいろんな制度にしろ、文化財の制度にしろ、それぞれの部局が今まで取り上げてこられたことは事実ですし、しかしそれが調整できないというのは、全体的な庁内体制にしろ、そういうことができてこなかったから、その一歩としてこういう計画がされるものとして、私は肯定的に受け止めたから、予算全体の賛否は別ですけども、この分については肯定的に捉えたから、まあ、そのことで終わったわけですけど、その後上松議員、会長議員からそのそれぞれの角度からご議論があったんで、まあ、それに関してはもう、で、私も県水には委員を会派としておりませんし、一定物言うことできませんので しませんだけども、これはこれとして、まあ、そのように受け止めてきたわけですね。ですから提案者に聞きたいのは、私はまあそのように受け止めて、これはこれで別に、ただ印象としてはですね、説明不足というのか、説明が下手というのか、なんでこういうことはまともに説明できないのか不思議でしょうないですけれども、そういうふうに受け止めてですね、これはこれとして、今までの積み上げを含めて前へ進めてもらう。で、この公共施設の中には、白書を見てもらえば分かるように、松坂城跡も元折旧宅も、そして長谷川家も全部公共施設として入っているわけです。だから文化施設も文化財も全部含めて検討されるというのは、私は当然のことだと思ってますんでね、まあ、そういう意味で、はっきり言ってうなずいてないで、そういう答弁は早く先にしてくれわけですよ。そういう答弁をぐずぐずしとるもんでさ、というのが私の印象です。質問、これは意見ですもんで悪いですけど、質問者にこのように受け止めてですね、いてはダメなのか、これはもうけしからん予算措置であって、何としても削除しなきゃいかんという課題なのか、そのように受け止めなきゃならんのか、一度ご意見、ご答弁だけ願いたいと思います。はい、会長議員。ありがとうございます。久松議員、私も今回久松議員の質問と、その久松議員に対する答弁を大変参考にさせていただきました。特に去年の12月4日の谷口都市整備部長の答弁です。こう答えていらっしゃいます。去年ですね、去年、まあ、その今年、その時は今年だった、去年の5月からその12月4日の時点まで、都市計画課を中心にですね、町内横断的な課長レベル のプロジェクトチームを作って、ずっと久松議員が言われたようなですね、市役所周辺の土地利用についてビジョンを作りをしてきたということをおっしゃっている。すなわち170ヘクタールではなくって、市役所周辺、すなわち私は本町、魚町、殿町エリアだと思います。一部中町も入るかな。すなわち久松議員が先ほど言われたように、170ヘクタールの中の公共施設の再配置とは言うけれど、その大半はその市役所周辺、本町、中町、魚町、殿町に集中しているわけなんですよ。そこの公共、老朽化した公共施設のあり方とか再配置のあり方を考えれば、大体おおよそ目処はつく話なんですね。そういった意味で、なぜ170ヘクタールなのかっていう、その根拠っていうのが、全く170ヘクっていう数字に根拠っていうのを見出せずにおります。それと、まあ、直接そういった意味では、私もこの事業をやめてほしいっていうことではなくて、今までの積み上げ、あると思ってます。平成12年の中心市街地中括法って言われた時に、初めて170ヘクが出てきて、その後生き生きプランであるとかですね、豪商の町であるとか、ずっと、まあ、170ヘクっていうのを前提としたプランが出てくる中で、ある時から歴史文化ということにをクローズアップして、そちらの方を重点的に取り組むようになってきた。それはある意味必然的な部分があったかと思います。そこに重点的な松坂の資源っていうのが存在するからなんですよね。しかし竹上市長がね、松坂駅って言われるのは、それは分かります。松坂駅、市長が選挙で松坂駅前のことを何とかしてくれ、寂れてる、何とかしてくれって言われる、あ、すみません短くします、はい、そんなことを含めるっていう気持ちも分かるけれども、それを含めて積み上げってことはできたはずなんです。
その積み上げって、久松議員がそのことを聞かれたのね、積み上げってものを肯定的に受け止めるか、そうできたはずだし、これからもまだ可能だと思ってます。ただ今回の、そういった理解では久松議員はあかんのかとおっしゃってたんですけど、そういったものを本当に大事にしようと思うと、引き続き谷口部長が答弁されたように町内での検討会議っていうものを続けて、そこの中から新たな市長である滝上市長の持ち味というものをそこへ加味する中で、どういった方向づけをこれからしていけばいいかということを議論はできる。そこが私にとっての原点になってきます、考え方の。そこから始めていくためには今現時点において一気にもう根拠のない見積もり金額によってコンサルに発注してしまうということは、流れを今その流れがあるとしたらば、その流れというのを一気に変えてしまうことになるので、これは私としてはそれは認められないので、できれば久松議員にも、これは今まで久松議員がその肯定的に受け止められてきたこととは違うぞというところに対してご理解いただいて、一緒にこの問題について異議というのを唱えていただきたいと、そのように思います。はい、久松議員。だから肯定的に捉えて私はいいのか悪いのかちょっと分かりませんけど、ただちょっと付け加えて申し上げますと、植松議員のこれは質疑質問された中で党の関わりもあるんですけど、この計画がいくつか変わってきた中には、やはり先に今会長議員が言われたんですけども、文化財なんかが位置づけが変わってきたのは平成22年から5年まで、23年でしたっけね、までの計画と後の計画、それから170ヘクタールというのは平成12年頃に、あれは駅西再開化等も含めてですね、ハード面の計画をするためのエリア設定であったという経過が非常にあるわけですね。だからそれと随分変わってきたのは、やはり長谷川家の寄贈問題ですよ。で、今までの平成21年2年3年とやったあの計画は、長谷川家は表側の写真はありますけれども、全く本体をどうするかということは触れられなかったわけですよ。ところが長谷川さんが寄贈の問題が出て保存活用というになって、23年のあの保存活用計画、今日そんな論議するつもりなかったから、全く今資料持ってませんのでね、思い出して言ってるか多少違ってるか分かりませんけど、そのことによって保存活用計画が出て、で同時に国史跡に定跡が国史跡にほぼ同時期になって、そして城下町整備計画というのはできたんですよ。だからそういうのがもう全く整合性がないから、何回議会で言っても検討するしか言わなかったから、ようやくそれが今回このやり方の中でまともに訴状に乗るんかなというのが私の思いだったんですね。で、その中でそのいわゆる査定とかなんていうの、コンサルでの金額がどうこうか、査定が不十分とかって、それは分かる、それは私あんまりそういうことを気にしなかったんでね、今後そういう計画を立てていく、その上においてはいわゆる審議会、審議機関というか検討機関も新たに設置する、この予算は貼ってますでしょ、この中に確か。だからそういうことも含めて新たに検討されるから、私は前向いて進んでもらう。で、観光協力拠点が1年間まあ建設自体は凍結になるのかどうするのかの再検討というのが再検証になるのか分かりませんけれども、そういったものを含めて、行われるということでは、今このことでこの葬りされるのがいいのかなというふうには思えないから勝ったもんですからね、今回の質問ではこれを前へ進めてもらうことを前提にした質問であったわけで、そのような流れ を今変えるという思いは私は持たないんですけど、こんな意見ですからね、でそれはダメなんですかという質問にしなきゃしょうがないんですね。これもやはり削らなきゃならんのですかという、質問にしかならないわけです。以上であります。会長議員、できればですね、コンパクトに答弁願います。はい、すみません、ありがとうございます。久松議員のね、質問、12月4日と1月6日では全然違うと私は捉えています。
12月4日というのは久松議員に対する谷口都市整備部長の答弁です。その時は市役所周辺の土地利用って述べてらっしゃいました。で、1月6日は170ヘクトル前提に市長査定を受けています。わずか1ヶ月で大きく変わったので、久松議員がおっしゃるような受け止め方 とは全然違う事業の性質に変わったのではないかと私は想定しています。それが今回のような見積もりの取り方であり、コンサルタント会社への早々たる早々の委託、そこに象徴されていると解釈します。さまざまに整理されているのであれば、いろんな議論があっていろんなことが整理されている、それが求められた、それを仕様書に近い形にまとめて提出するのが行政の仕事でしょ。今まで整理されてたのはどこ行ったのっていう感じですよ。さっき久松議員だったというか言われたと思いますけれども、本当に整理されていたし、検討もされてきたんですよ。いろんな方面で縦割りというけど、いろんな分野で整理してきてるんですよ。その部分が全然生かされないで値段だけ出してくださいっていう状態になってしまって、それはもう明らかに事業が変質、12月4日とは違いということを申し上げたいと思います。以上です。はい、他に質疑はありませんか。はい、前川議員。それではですね、少し質問をさせていただきます。先ほどからですね、上松議員と海中議員の話を聞かせていただきました。そういう中で、いろんなね、課題が見えてきたわけなんですけども、いろんな問題点もですねあったわけなんです。その中で、今回はですね、お三方が、低出産になって見えますのでね、仮に深田議員と、西口議員なんですけども、先ほどは海中議員の方がね、答えて見えましたんですけども、このお二方もですね、違った角度から見られていると思うんですけどもね、どういうふうにこの件に関して、情報収集をねされたんか、あそこら辺どんな情報をね集められたんか、そこら辺ちょっとお話をしていただけたらなと思います。深田議員。前川議員、答弁させていただく機会をいただきましてありがとうございます。私も先ほどの、質疑と答弁聞きながら一つ、付け足しさせていただきたいなということがございます。ですので、いろんな計画がある中で、どうやって整理していくかということを考えますと、やっぱりその整理する上でコンサルティング会社がすべて整理するというよりもですね、やはり主体性を持ってそれに取り組むべきは市役所、また行政職員、そういった職員さん方がそこに主体性を持って、意見、また思いを持って取り組んでいただかなければいけないと思います。で、今回の件で一番私、問題視しているのがその事業の進め方です。どうやってこの事業をゼロから進めていくのか、新規案件の中で事業をどうやって進めてきたのかなというところを、主にしてお話を聞いておりました。で、通例ですね、事業をゼロから始める場合、やっぱりその目的がまず出てきます。で、目的を果たすための方策というものをやはり考えなければいけません。で、その方策が出てきた中で、やはり一番最初に考えるのが、お金を使わないやり方かなというふうに考えます。しかし、お金を使わないやり方ではできない場合、お金を使うということになりますが、じゃあ、どれぐらいのお金を使うのか、で、お金を使った場合の効果、質と量の、バランスが必要になってきますが、そこをどういうふうに合意形成して、事業を作っていくのかということを考えると思います。で、結局そこは基本的な、協議すべきポイントにもかかわらず、そこはごっそりとないようなご答弁を私は、印象として持っています。そういった根本的な協議がないにもかかわらず、企業から出てきた成果物をどういう目でそういうもの成果物を見ていくのか、そういう目を持てないんじゃないかという目で見てしまいます。やはり、成果物をも、見る目をしっかりと持つ中でですね、こういった根本的な事業をどうやって進めていくかというところも必要になってくる。そこがないことが私、今回の事業の中で一番問題だというふうに捉える中で、今回のこの、すみません、予算案の
修正案に賛成させていただいた次第でございます。以上でございます。はい、西口議員。すいません、委員会での、私の質疑の名前を挙げていただきながら発言する機会がなかったのでありがとうございます。先ほど来言われていますように、各部署にわたっていろんな計画やらプランがあって、それを、駅前の開発という視点で一つにまとめ上げるというのは私も否定しませんし、必ず必要なことだと考えます。ところが、例えば公共施設のマネジメントでしたら、昨年の、議会の答弁いただいたのでも、個別の公共施設については部署の垣根を越えて全庁的に検討を重ね、で市民の意見も聞いて結論を導いていくというふうに答えていただきましたが、その、過程もちょっとまだどうなっているのか分かりませんし、結論も出ていませんよね。先ほど上松議員が市としての方向性が何で必要なのかみたいなことをおっしゃったんですけど、私はちょっとそれは理解できません。今の段階でまず市としての方向性ビジョンを示してからの外部委託だと私は考えます。さっきの例で言わせてもらうと、旅行に行きたいので旅行会社に注文する前に友達に相談するにしても、どんな旅行がしたいのか、どこに行きたいのかっていう自分の気持ちがはっきりしてないと意味がありませんよねと思います。で、まず今はまだ市役所がする段階の仕事がたくさんあるのかなと思います。市としての仕事をして、方向性とかプランをある程度全庁的にコンセンサスを作り上げてからのコンサルタントに外部委託するなりという方向性じゃないと、今まであるたくさんの計画にまたもう一つ新たな計画ができるみたいな、まだまだ修正が必要な案になってしまわないのかなというふうにとても懸念しています。まるで先ほどからちょっと意見を聞いたら、もう市がなんともう調整ができへんからよそにもう丸投げするのかなというふうにも思ってしまうような状態なので、今市の職員さん一生懸命そういう各部署で検討されていると思うので、それを続けてやっぱり市としての役割を果たしていただきたいなと思います。以上です。はい、前川議員。話はですね、なぜ修正案をね、出されたということなんですよね。そこなんです。ですから私はですね、会長議員、一番初め、説明されたんですけども、いろんなこと言われたんですけども、やはり、低出産というのはですね、やはり、修正案を出すという本当に重要な問題なんですね。やはり何かが間違っている、何かが違う、じゃあこう交渉を出そうということになってくるんですけどもね、そこら辺でやはり情報をね、どこら辺がいいのか悪いのかですね、やはり情報もですね、やはり一通り集められてね、きちっと説明責任を果たしていただきたいんですけど、少しなんか欠けていたような気がいたして、これは仕方ないことなんですけども、じゃあお三方にちょっとお聞きをするんですけども、今までとね、この行政が出されましたこの案なんですけども、今までの出し方とですね、本当に会長議員が説明されたんですけども、いろんな口頭による依頼とか、じゃあネタ松坂氏が今まで調べていたもんばっけないかとか、いろんなこと言われましたけども、どういう角度でね、今まで出されたのと、どういうふうにね、違いがあるのか分かっておったらね、考えがあったらお示し願いたいんです。会長議員。はい、私は今回ね、方向として竹上市長が、具体的に分からないわけですよ、何か具体的には分からないけれども、方向性としてこの事業をやりたいという気持ち、否定するものではないです、
まだ明確に方向性まだ分かりませんよ。これからどんな形になるか分かりません。現段階ではね。ただ値段もやはりこの1600万円という金額がね、その高いとか安いとかっていうことで議論するつもりはないんですけれども、まあ、予算書を見て1500って書いてあってね、でさらに債務負担で300があって1832ってことになってるんですけれども、これが妥当なのかなということを、まあ、判断議員としてねしなければならないわけです。そのための聞き取りをするんですけれども、その答えというものがこれおかしいの違いますかねっていうようなところから始まっているので、今まで何と比較したというより予算に上がってくる元となる数字はどうやって拾ったのかっていうところ、これ今までにもやったことあります。ピックアップで全てやると大変なことですから、いくつかの事業をピックアップして何年か前に1回やったことあります。だけどここまで明白に変だなと思ったのは初めてなんですよ。文書で頼んでないっていうかね、まあ、逆に今気がついたけど、逆に言うと今までもそんな風にやっていたのかなっていうふうにも思うわけです。議員がね気づかなかっただけで、実は文書なしで適当にお金を出してもたら、それでも一つの参考価格に、それを一つの根拠で予算要求して、それを査定していったんかなと思います。だけどその査定の過程でね、その金額で本当にいいんかということを行うのが査定だったんでしょうけど、その査定が機能してなかったのかどうかということがあるわけです。だって査定の間に正式な金額出てきてないわけですからね。4月6日に査定やって1月18日もう1回査定やって、その間金額出てきてないんですよ。金額が出てないのに査定ってどうやってやるんですか。市長副市長が揃ってですよ、市長副市長からと何回も協議したって言います。どんなことを協議したんですかって聞いたんですよ。メモ出してください、協議メモ情報公開請求しますよ、それ公開情報公開の対象ですからね、言っときますけど、あるものとないものがあるって言うんですよ。いろんなものにメモしたから、あるものはあるけどないものはないと。そんないい加減なことってありますか。市長と協議してるんですよ、この事業をね。市民の税金を使ってね、1800万何かしの事業をしようとしてる、その時に市長から副市長からもらった言葉をメモしてるはずですよ。そのメモがないって言うんですよ。そして業者にもお願いするときに、1月6日に市長と初めてかどうか知りませんけど、市長査定を1回目受けて、その翌日ぐらいに業者の方に依頼かけてるわけです。その時も文書ない、一体どういうことなんだろう。個人が何かを発注するときでも、やっぱり大きな買い物だったらばですね、それは車買うときにはもう業者の側が用意してくれるけれども、もっと自分が発注しなければ大きな買い物ってあるじゃないですか。そのとき何と何が必要やなってリスト作るじゃないですか。そういったものがないっていうんですよね。おいで懸垂で先ほど言いましたけど、こうやって依頼しましたって、依頼したじゃないじゃないですか。業者の側が言うてきた項目じゃないですか、その8つの項目っていうのは。一体何なんですかこの事業はっていうことですよ。そういった意味で今までと具体的に比較はできる材料はないけれども、基本的にそうやって調べていくほどおかしいと、おかしい事業であると。中身としてやってほしいものがあるけれども、その見積もりの取り方とその発注の仕方っていうんですか、この予算が議決されたらばもうコンサルに委託契約するための入札をかけていく、こんな状態でどうやって委託契約を交わしていくんですか、どうやって仕様書を作っていくんですかっていうところですよ。そういったところを根本的に始め直してほしいから、この修正案で一旦この金額はゼロにしてほしい。で9月議会でもいいじゃないですか。それまでにしっかりと西口議員も言われたように、内部でもしっかり、深田議員も言ったように、しっかり内部で今までの蓄積あるんですから、しっかり情報もデータ持ってる、詰め直して庁内で議論をしてやり直したらこれはできますよ。十分にこの問題に関しては駅前もこうしてほしいとか、歴史とか文化とか生かした街づくりをこうしてほしいとか、市民の声もかなりもう届いてるわけですから、方向付けっていうのをもう少し庁内でしましょうよっていうことなんですね。前川議員のちょっと質問とそれたかもしれませんけれども、そんな形でもしまだございましたらよろしくお願いします。
あと2人ですね、答弁漏れがありましたら、答弁してください。深田議員、西口議員、今、会場議員が答弁されました。何か答弁漏れがありましたら、答弁してください。ありませんか。はい。他に質疑はありませんか。はい、ありがとうございます。議案第1号の修正案につきましては、執行部は反論権がありますが、いかがでしょうか。はい、ないように思います。これにて、質疑を終わります。これより議案順に議員間討議、討論、採決を行います。議員間討議につきましては、議案第1号のみ通告がありましたので、あらかじめご報告いたします。また、議案第1号に対する懐柔議員ほか2人の修正案についてですが、本日、上程の修正案でありますので、通告なしでの議員間討議を許可いたします。なお、議員間討議は自席で発言をお願いします。それでは最初に、通告のありました議員間討議を行います。28番、前川議員。はい、前川議員。忘れちゃったじゃん。それではですね、議案第1号、平成28年度松阪市一般会計予算について、議員討論をよろしくお願いをいたしたいと思います。通告はですね、行政は今でも北部給食センター建設の調査費に対して、地区住民に内容を説明する気が全くない。行政は自治会役員に説明をしたとの見旗を持って地区住民をないがしろにしている。地区住民は言いたいことはたくさんあるんだとの声を知りつつ、説明会を開こうという行動を全く考えていない。私は住民への説明責任があると思います。こんな行動では、行政と地区住民の信頼関係はどうなるんでしょう。また開いてほしかったら自分たちで自治会申し出ようと、全く担当課の考え方は好意と、こんな言葉使うのは大変失礼なんですけどもね、こんな言葉で使わせてもらって、全く反省の色がない。このように住民説明会を開かずに本予算に賛成することはできません。ついては住民説明会の開催も含めて議員間討議をお願いをいたしたいと思います。それからもう一点なんですけども、これもついでにね、討議してほしいもんでもう言っときますけども、私の考えている50センチの高さを上げることは私の、むちゃくちゃな要望なんでしょうか。この件も同じく考え方を、討議させていただきたいと思います。それでは、詳しく説明をさせていただきます。旧の天白小学校跡地に、北部給食センター建設のための造成の調査費について12月議会でもこの件で議員間討議を、させていただきました。3項目の問題点を取り上げさせていただいたわけです。今回もこの3項目についての議員間討議ですが、再度この件を取り上げさせていただきますが、造成の高さをこのままでいくと、1000年に一度というですね、東南海地震、確率から言いますと1000分の1ということなんですけども、全くそういう考えではおかしいんじゃないかと思います。誰もですね、明日地震が来るかもわからないんです。誰もですね、明日のことが分かっておったら、株が上がるか下がるか、競輪が誰が一着取るのか、競艇が誰が一着取るんかですね、明日のことが分かったら、もうすぐにでもですね、お金持ちになってきます。そういう問題じゃないんですけども、
100年に、1000年に一度しか来ない、まあ、そんな考えもいいですけども、やはりですね、1000年に一度と言って見えますけども、この30年間の間に起きる確率がですね、80% となっておりますので、1000年に一度の言葉は、やはりですね、まあ、取り消していただきたい、まあ、そのような考えでおります。今のままでいきますと、地元住民の生命と財産を守ることができないのではないかと思います。市政を預かる方々は、第一に生命財産を守るために仕事をしていかなければなりません。特に今回の議員間討議は、なぜ住民説明会を率先してくれないかという問題です。簡単なことだと思います。まず最初に、自治会長、自治会役員に説明をしたと申されましたが、地区自治会は役員たちの持ち物ではありません。ただ、役員は地元住民から選ばれた期間中、役員という名をいただき、自治会の運営を任されているだけのことなんです。任されていても、いろんな問題点が出てきたときには、地区民にその問題点などの様子をなど、どのようにしていくかを図らなければならないのと違うんでしょうか。何でもかんでも自分たちが代表だ、役員だと言って、勝手に自分たちで決めるものではないのではと思います。そして行政も、無理難題を会長や役員たちに押し付ける、理解のできないような話をし、なるべくわからないテクニックでわからせようとする、それがわからないんです。このような話し方は間違っていると思います。私は、行政と自治会役員とは、地元で仕事をしていく中で、こんな仕事をしたいから、地区民に説明をしたいから話をする場所を作ってもらえないか、役員たちにはこんな話をするんだと理解をいただきながら、地区民の中へ入ってもらう、まあ、そのような関係でいいんではないでしょうか。何でもかんでも自分が代表なので自分で決めるとのことはないと思います。そして行政も会長や役員たちに話をしたからという考え方も間違っていると思います。行政の担当者はこんなことをしたいから地区民に説明をさせていただきたいというですね、場所を作ってもらえないかということで、行政と自治会の役員の関係はそのように成り立っております。今回の北部給食センターの説明、私が質問してから自治会の役員と話をされたそうですが、私の質問のことを説明されて役員さんだけでも、納得してくれないかと、自分たちのやってきたことを正論と位置づけ、今行政が進めている案がダメだというなら勝手に自治会に申し出て、自治会が判断をしたら住民説明会を開く、このような手順になっております。なぜ理事会役員の判断なんでしょうか。今まで私も議場で声を上げて申してきました。50センチの高低差でございますが、高くしたらクリアをするのか、低くしたら被害に遭わないのか、 2.5 メートルの津波の圧力はどれぐらいの圧力があるのか、行政の担当者は専門家でもないのにどうして判断ができるんでしょうか。とにかく行政は地元住民にきちんと説明をができたら良いと思います。こんな簡単なことがなぜできないんでしょうか。今回委員会で2メートルとの高さを何を基準に決めたんですか と質問しましたら、県の津波想定もあるが隣のサークル系の天保高を目安にしたという答えをいただきました。高さのことをサークル系の人にですね、尋ねましたら、この高さより50センチぐらい高い津波がやってくる、その時水の中はいろんなものが流れて潰れるでしょうねと話をしますと、
今から作るんだったら高くするでしょうねという答えが返ってきました。違う場所で高さのことで景観のことを尋ねました。全く景観は変わらないんじゃないのとの返事でありました。行政は高くすると北側のマンションへ入居されている方々のプライバシーの問題で高くするのは考え方も示されたと思いますが、建物を南側へ寄せられる範囲で寄せたらマンションとの間はかなりの距離が作れると思います。そして窓のことも以前に覗くのではというみたいなことも言われましたが、高くしたからといって窓が大きくなることはありません。そこまで窓にこだわるなら、北側の窓が全くなかったも給食は作れると思います。何も困ることはないと思いますよということなんです。最近市民と行政が遠くなってきたような気がします。なぜかというと今回問題になった秘密会議という言葉です。それからこの議会に条例変更という形で上がってくる三雲地域の下水道接続の受益者負担金が変わる条例も地元住民に対して説明責任を果たしていないとの厳しい指摘もあり、説明を聞くにも聞けないそんな感じがしてきました。市民に十分説明ができてこそ市民と行政の信頼関係を保つことができるかと思います。税金を取るだけ取っておいて何にどのように使ったのかわからなかったら信頼関係を築くことは全くできないと思います。台湾市長も私の基本は税金をもらう以上全市民が平等に行政サービスを受けてもらわなければならないと言われているじゃありませんか。私も委員会でももう少し質疑の時間がいただけたらこの問題の極論へ行けたんですが、台湾市長のこの前に言われた50センチ高くすると1000万から1500万ぐらい高くなる、無駄遣いはできない、このようなことも言われました。最近ゴミ焼却場建設から出た残土処分、工業団地に積まれていた残土を、国道建設の場所に運ばれた金額なんですけども、設計金額は2500万ぐらいだったのが落札で、1200万ぐらいになりました。50数パーセントで、落札がされて、おります。今回50センチ高くすると1000万から1500万ぐらいかかると言われておりますが、入札したら半分ぐらいになってくるんじゃないかということも考えられます。それぐらいで命が助かるなら安いもんではありませんか。それから景観ですが、高くすると北側のマンションの方々に迷惑、プライバシーにかかってくるような説明がありました。どうして50センチ高くすると迷惑がかかるんでしょうか。マンションの持ち主あるいは住んでいる方々とどんな話をされたんでしょうか。50センチ高くするとどのようにマンション側へ被害を与えるんでしょうか。建物の窓でも大きくなるんでしょうか。そんなことはないと思います。このことは先生方も十分ご理解いただけることだと思っております。北側のマンションに気を使うんであれば話し合いで問題箇所は十分理解いただけることからクリアできると思います。それから今回私の講演会で北部給食センター建設に関する調査費の件で天白地区約2000件にアンケート用紙を配りました。で調査をさせていただきました。たくさんの回答が返ってきました。旧天白小学校跡地を造成することに地区民の方々関心が高いことを証明しております。なぜ東日本大震災を目の当たりにされている原発の事故とか津波の高さを実際に起こった現場をテレビなどで見られて東電とか政府の方々の想定外の言葉を使われていた。もう想定外という言葉はですね、もうこの天白地区はもううんざりだという感じです。そしてこの想定外という言葉をもう二度とですね使いたくないとの声が
はがきに書いてありました。アンケート回収の中からでも津波に対して関心の高いことが伺えます。少しのことだったらクリアしてほしい、この言葉が地区民の答えです。行政はこんな簡単なことをなぜ逃げるんですか。地区民に説明する義務はないんですか。津波のシミュレーションは簡単に作れるはずです。50センチ下げてもこうなるんだと、なんで説明できないんですか。私も不足度はもう言いませんけども、地区民に説明してもらって、来ていただいた方々が判断してもらったら良いことではないんでしょうか。住民説明会は出る、するべきだと考え、住民説明会はするべきだとの考え方で、議員間討議をお願いいたしたいと思います。まあ、しなくても良いというんであれば、そのような議員間討議でも構いませんので、よろしくお願い申し上げます。